夕暮れの時は良い時、堀口大学。夕暮れの時は良い時、限りなく優しいひととき。それは季節に関わらぬ、冬なれば暖炉の傍ら、夏なれば大樹の木陰。それはいつも神秘に満ち、それはいつも人の心を誘う。それは人の心が時にしばしば静寂を愛することを知っているもののように小声にささやき、小声に語る。夕暮れの時は良い時、限りなく優しいひととき。若さに匂う人々のためには、それは愛慕に満ちたひととき、それは優しさにあふれたひととき、それは希望でいっぱいなひととき、また青春の夢遠く失い果てた人々のためには、それは優しい思い出のひととき、それは過ぎ去った夢の酩酊、それは今日の心には痛いけれど、しかも全く忘れかねたその神の懐かしい移りが。夕暮れの時は良い時、限りなく優しいひととき。夕暮れのこの憂鬱はどこから来るのだろうか。誰もそれを知らぬ。それは夜とともに密度を増し、人をより強き無限へと導く。夕暮れの時は良い時、限りなく優しいひととき。夕暮れ時、自然は人に安息を進めるようだ。風は落ち、物の響きは絶え、人は花の呼吸を聞きうるような気がする。今までに風に揺れていた草の根もたちまち静まり返り、小鳥は翼の間に頭をうずめる。夕暮れの時は良い時、限りなく優しいひととき。堀口大学の夕暮れの時は良い時の詩の朗読でした。続きまして、こちらも恒例になりましたジョン・レノンのイマジンを新井満さんの自由訳で朗読させていただきます。イマジン、イメージすること、心の中で思い描いてみること、そして現実の向こう側に隠れている真実の姿を見極めること。ある宇宙飛行士が宇宙船の窓から地球の大地に刻まれた国境線を探そうとしたんだそうだ。でもね、そんなものはどこにもなかったんだよ。そんなものはどこにもなかったんだよ。ところが国境線はあるよね。人々の心の中に確かに惹かれているよね。見えない頑丈な壁となって、国と国を、人と人を分断しているよね。そんな幻の壁に心がとらわれて喧嘩したり、憎み合ったり、血を流し合ったり、そういうことってバカバカしいことだとは思わないかい。そういうことってバカバカしいことだとは思わないかい。だからイマジン、僕はイメージすることにしたんだ。勇気を出して愛の力でね。あらゆる国境線が消えて、バラバラに分断されていた国々が全てなくなった地球の姿を、そうしたら心が自由になって新しい世界が見え始めたんだ。最初は難しそうだったけど、やってみたら意外に簡単なんだよ。もし国境線がなくなったとしたら、この地球は全ての人々のふるさとになる。同じふるさとを共有する人間同士に戦争ほど似合わないものはないよね。
もう自分たちだけの利益や自分たちだけの神様を守るために殺したり殺されたり、そんな馬鹿げたこともなくなるよね。殺したり殺されたり、そんな馬鹿げたこともなくなるよね。イマジン、さあイメージしてごらん。心の中で思い描いてみてごらん。世界中の人々が仲良く助け合い微笑みながら平和に暮らしている姿をイマジン、さあイメージしてごらん。心の中で思い描いてみてごらん。今はまだバラバラだけど、いつかきっと世界は一つになる。いつかきっと世界は一つになる。いつかきっと、いつかきっと。アライマンさんの役のイマジンの一部を朗読させていただきました。それではこの後、智子さんの方にバトンタッチいたします。